皆さんこんにちは、あずみんチャンネルです。今日はですね、食パンをまた作っていくんですけど、食パン作るの好きなんですよね。あすもやわらっていうね、粉で作っていきたいと思います。あすも柔らかいっていうことで、あすもやわらなのかなっていうふうに思うんですけど、この粉でね、焼くの初めてなのですごい楽しみです。柔らかさは焼いた3日後まで続きますって書いてあるので、どれくらい柔らかいのかね、食べるのも楽しみです。では、材料なんですけれども、あすもやわら 250g、それから、上白糖 20g、 食塩 5g、 スキムミルク 5g、 インスタントドライイースト 3g、 バター 20g、 水 165ml です。水も結構入れますね。で、スキムミルクなんですけど、スキムミルクは、溶けにくいのでですね、こうやってスプーンでダマを潰してね、溶けやすくするように、必ずしといてほしいなと思います。で、作り方なんですけど、こういうね、ニッパンさんのこう入れてくれてあるのに作り方がこう書いてあるんですけど、この作り方ではなくって、材料は一緒なんだけど、作り方はですね、混ぜ方はいつものようにボウルを2つに分けてやっていこうかなと思います。発酵時間とですね、焼成時間とかはこの作り方に書いてある通りの時間にしてみようかなと思いますが、最初の混ぜ方はですね、2つのボウルでやっていくやり方でやっていきたいと思います。これだとね、バターと入れになってるんですけど、第2ボウルで入れる形にしていきたいと思います。まず、あすもやわらの粉を、250g 出して、それを目分量で2つのボウルに分けます。で、こちらに上白糖 と、インスタントドライイースト、こちらにバターと砂糖を入れます。で、スキムミルクなんですけど、こうやってダマを潰してから、ちょっとイーストと離して、この辺に入れるといいかなと思います。で、イーストにめがけて、仕込み水を入れていくんですけど、今日は夏なのでまた暑いので、水、水道水そのまま使っています。では始めていきます。はい、今ですね、水を入れて、第一ボウルをかき混ぜてですね、だいぶダマがなくなった感じなんですけれども、ちょっとかき混ぜてみて、いつもと違う、やっぱ粉が違うからね、かき混ぜた感じも違うなっていう風に思いました。なんかね、滑らかなんですよね、すごく滑らかです。あ、粉のなんか粒とかも違うのかなとか、ちょっと何がそこまで違うかはなんか詳しくわからないんですけど、かき混ぜた感じのこう手の感触とか、なんかこう見た目とかが全然違いますね。はい、面白いです。はい、じゃあ続き作っていきます。はい、第2ボウルを入れて、粉気がなくなって一塊になったら台の上に出していくんですけど、第2ボウルを入れた後もね、ネチョネチョしてますね、結構。だからこれは最初こねるのに結構ベタつくんじゃないかなと思いますが、これがまあ柔らかさを出すのかなとかって思うので、頑張ってね、こねていきたいと思います。はい、こね上がりですね、こねてみたんですけど、こねてみた感想はですね、最初すごいベタつくかなと思ったら全然ベタつかないんです。最初から結構大離れが良かったけど、生地自体はすごい柔らかい。だから粉がすごい相当改良されて、すごくいい粉になってるんだろうなってやっぱり思います。で、せっかくなので、ここに書いてある説明をちょっと読んでみたいと思います。今回はサンプルをお試しいただきありがとうございます。あすもやわらは柔らかさがずっと続くパンを小麦粉の持つ力だけで実現したい、そんな思いから長い年月をかけて開発した国内産小麦 100% の新しい強力粉です。いつもの強力粉をあすもやわらに変えるだけで、焼き上がりからもっちり柔らか、
その柔らかさは焼いた3日後まで続きます。これから皆さんに長い間愛していただける商品となりますように。その第一歩としてぜひ最初はシンプルな食パンで体験してくださいということなんですけど、なんかこねた感じもすごい柔らかいんだけど、初心者の方でもまだ作り始めのね、パン作り始めの方でも全然こねやすい、だからすごくいいなって思っています。ニッパンさんのアスモヤワラ、なんかね、また買って作ってみるのもいいなって思います。もうこの段階ですねはい、では、一次発酵に入れていきます。ボウルに入れてラップをかけて、一次発酵に入れていきます。はい、では一次発酵に入れていきます。一次発酵は30度で約40分ということなので40分でいきたいと思います。はい、一次発酵が終わりました。上から見るとこんな感じで、横から見るとこんな感じです。ちょっと横に広がる感じですね、やっぱり。はい、では、フィンガーテストをして、ガス抜きをしていきます。あ、いいですね、ガス抜き。このフィンガーテストの前のこの生地を見る段階とガス抜きの瞬間が私は一番好きですはい、ではですね、表面をずっと生地の表になるようにしながら、取り出してですね、2分割していきます。はい、2分割しました。ですね、468g だったので234ずつで、プラスマイナス1しないで、全く半分に分けられるので全く半分に分けました。なんか食パンの場合はこの分割の時に私は全く一緒のやつにした方がなるべくいいなって思うのは、膨らみ度合いがね、やっぱりなんか違ってきちゃうので、プラスマイナス5とかやってると高さが変わっちゃうんですよね。なのでなんか同じように綺麗な見栄えにしたいっていう場合は全く一緒の分割にこの時にしておかないといけないかなっていうふうに思います。でちょっとしっとりの生地なので、ぬれ布巾って書いてあるけれども、ラップにしてそのまま15分ベンチタイムですけど、切りがいいので13分でいきたいと思います。はい、ベンチタイムの間中にですね、さっきのボールとスキッパーを洗ってですね、この型をですね、バターをね塗っておきます。でも私はもう最近バターじゃなくってオイルスプレー、これだね、このオイルスプレーを使っているので、オイルスプレーをかけておきます。で今回は、角食じゃなくて山食にしていきます。というのはレシピの写真がね、山食の写真になっているので山食にしたいかなっていうの と、この粉で作った食パンがどれくらい膨らむのか、でもなんか柔らかしっとりっていうことだから、そんなにボリュームが出るって感じじゃないと思うんですよ。国産小麦 100% だし、だけどこの膨らみがねどれくらいなのかっていうのも見てみたいので、山食でいきたいと思います。はい、切りがいいので13分って言ってたんですけど、なんかいろいろやってるうちにね15分経ちましたはい、では一回りね大きくなってますね。はい、ではこれを成形していきます。俵型の2つのね俵型で、2分割のね、食パンにするですけど、綿棒で縦20センチ横15センチくらいに伸ばしていきます。はい、こんな感じですね、こんな感じです。そしたら左右を折り込んで手前から巻いていきます。で綿棒を使った時ですけどですね、やっぱねすごい柔らかいです。この、ラップを取る時もですね、結構こうこんな感じでくっついているので、濡れ布巾にしなくてよかったなっていうふうに思っています。で、綿棒にも結構くっつくので、まあ私は 250g サンプルしかなかったのでぴったりしかなくて打ち粉ができないんですけど、どうしてもついちゃう場合は打ち粉を軽くしてもいいかもしれません。では左右を折り込んで巻いていきます。はい、見てください。
ください。ラップを取るとこんな感じにね、くっついた跡がねついちゃったりします。それぐらいなんか柔らかくてしっとりしています。前さっきの巻き終わりも巻き終わりを閉じて入れるって書いてあったんですけど、巻き終わりを閉じているとですねこういう風に手の跡がついちゃったりするので、巻き終わり閉じなくてもいいかなと思います。はい、じゃあこちら側もやっていきます。はい、それでは二次発酵に入れていきます。二次発酵は35度で30分から40分って書いてありますが、型の9割まで発酵させたいので、このところとか、てっぺんがラップにつくくらいまで発酵させていきたいと思います。はい、これはですね35度30分発酵させた後ですね、オーブンに余熱を入れたかったので余熱を入れつつ、その余熱の間隣のオーブンでですね、オーブンうち2つあるので隣のオーブンで35度できないので40度でもう10分発酵させた状態です。9割くらい発酵してますが、正直もうちょっと発酵させてから焼いた方がいいんじゃないかなっていう風に思いますが、まあ9割くらい発酵されてるので、このまま入れていきたいと思います。焼成は200度約30分焼いてって書いてあるので、200度で30分で一応設定していきたいと思います。はい、それでは200度で30分で焼いていきます。いってらっしゃい。焼き上がりました。あんまり膨らまないですね。やっぱしっとり系だからあんまり膨らまないのかな。はい、ではですね網の上に出して冷ましていきます。はい、こんな感じです。あんまりこう高さは出るっていう感じじゃないですけどね、綺麗に、焼き上がりました。今日、後で冷めたら食べてみて明日食べてみてっていう風にちょっと食べ比べしてね、柔らかさを確認したいかなと思います。今日も見てくださってありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。